アトランタはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の25番艦。艦名はジョージア州アトランタにちなむ。その名を持つ艦としてはクリーブランド級刑巡洋艦26番艦以来5世紀目。アトランタの建造は1975年8月1日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1 9 7八年八月十七日に 帰港した。1980年8月16日にサムナン夫人によって命名浸水し、1982年3月6日にロビン・ジェイ・ホワイト艦長の指揮下収益した。1986年4月29日にアトランタはジブラルタル海峡で座礁し、艦首部分のソナー及びバラストタンクを破損した。アトランタは自力でジブラルタルに向かい、1週間後に ノーフォークに帰還、ノーフォーク海軍交渉で修理が行われた。アトランタはその経歴において、地中海へ6度の配備及び、大西洋西部へ3度の配備が行われた。アトランタは、MK-48 魚雷、ハープーン及びトマホーク巡航ミサイルが運用可能となった最初の艦であった。また、遠征打撃軍支援に配備された最初の原子力潜水艦であった。 アトランタは1999年12月16日に退役、除籍され原子力艦再利用プログラムに従って解体されるまでノーフォーク海軍交渉で保管された。ありがとうございます。